戻ったか。君が教皇庁に呼び出されたと聞いて何があったのかと心配していたところだよ。なるほど、我々に対する謝罪と貴族への牽制、そして自身の関与を否定してきたか。な、何？教皇自身がアシエンからの接触を明らかにしたというのか。そうか、奴らはすでにイシュガルドにまで。蛮神の存在を考えれば必然とも言えるかもしれないな。しかし蛮神やアシエンと対抗しようにも暁の仲間たちは。裁判のドタバタ騒ぎですっかり忘れていたです。仲間といえば、賢人の皆さんの情報を集めている時に大変な噂話を仕入れたのです。例の酒場で怪しげな商人さんから聞いたのですが、ウルダハではラウバーン局長の処刑が近いという噂で持ちきりなんだそうです。まずいな。ラウバーン局長が亡き者となれば、ナナモ女王暗殺の真相も闇に葬られかねないぞ。オルシュファン殿からの助言の通り、しっかりとした準備をしてからと思っていたのだが、これだけは悠長に構えてはいられないな。救い出そう、ラウバーン局長を。我々の手で。久しいな、冒険者。アルフィノ殿も無事で何よりだ。しかしイシュガルドに逃れるとは考えたな。心配をおかけしました。良き友人たちが手引きしてくれたおかげです。一方でナナモ陛下の暗殺騒ぎの折に追われはしたものの、その後となると表立って追い立てられたわけではなかった。提督も動いてくださったのでしょう。やれやれ、アルフィノ殿は相変わらずだな。確かにウルダ派のピピン小刀匠からの依頼もあり、私とカノエ殿との連名で釘を刺してはおいたさ。光の戦士と暁の決明はエオルゼアを救った英雄であり、
証拠不十分なままで罪人としておえば人心が揺れるとな。実は九段の戦勝祝賀会に前後し、私とカヌエ殿は王宮を訪れていたのだ。七尾陛下からの私的な招きによってな。そこで陛下は切り出された。近くウル王朝の幕を閉じ、ウルダ派の共和制への移行を宣言するつもりだと。そんな発表をすれば王党派共和派を問わず大混乱は必至ではありませんか。その通りだ。七尾陛下は不安定化するであろう情勢を案じ、我らに混乱の平定への協力を求められた。つまり七尾陛下の暗殺は政変を察知した者による謀略ということ。政権を握る左轄州にとっては下手に共和制に移行し権力が分散するよりも傀儡の女王を操る方が望ましい。だがそうなると女王を暗殺する意味はない。まさか七尾陛下は。先の戦勝祝賀会から今に至るまでウルダハ王政庁から女王の死は発表されていない。ウルダハの行政を担う八官府は各種式典への女王欠席の理由を病気療養としている。死を公表するタイミングを伺っているとも取れるが、あるいは。それではここに来てラウバーン局長を処刑しようというのはなぜです。単純に彼を政権から排除したいだけなら捕らえた直後に即刻刑を執行しておけばよかったはず。重要なのはそこだ。身柄を拘束されていたラウバーン殿は長らく都市内のマラサジャ収容所に収監されていた。だがここ最近になって伊豆国家に移送されている。それも情報によれば移送を行ったのは同人団ではなく青い制服を着用した一団によって。クリスタルブレイブ。どうやらここに来てロロリトラ共和派とクリスタルブレイブの結束が揺らいでいるらしい。いずれにせよより詳しい情報が必要だろうが、この件に関しては頼もしい者たちが調べてくれている。君たちの友人でもあるドマの忍びたちがな。